中密度繊維板の一例中密度繊維板は、木質繊維を原料とする成形板の一種。MDF と略称され、s A5905 が定める規格では、木材などの植物繊維を原料とし、ドライプロセスによって製造される繊維板のうち、密度が0.35グラム毎立方センチメートル以上のものを言う。中質繊維板とも呼ばれる。木材チップを虫に、 回線したものに接着剤となる合成樹脂を加え板状に熱圧成形したものである。同じ木材チップ材を原料とするパーティクルボードや廃行性ストランドボードに比べて構成要素が小さく表面だけでなく木口部分も平滑である。木材のように軽量で高い加工性を持ち、かつ木材特有の反りや乾燥荒れなどの癖が少なく均質で、 極めて安価である。反面、木材やパーティクルボードに比べ裁断が細かく、粉状にまで粉砕するため、一般的な製品では、木材がもともと持っていた抵抗力が失われ、水や湿気に弱く表面処理を行わないとカビやすい。しかしながら、接着剤の種類、木材チップの樹種、密度の3つの要素を組み合わせることによって様々なタイプの MDF を作ることができ。 リサイクル素材による、簡易、安価なものから、高い耐水性と防御性を持ち木造住宅の、体力壁に使用可能な強度を確保しているものまで、バリエーションの範囲は広い。主な樹種は、ラワン、ラジアータパイン、カラマツ、スギ、あるいは、リサイクル素材など。接着剤には、ユリア系接着剤、メラミンユリア、イソシアネート系等があり、耐水性を持たせることもできる。 用途は構造材としての強度を必要とせず、木材としての厚みだけを要求されるような家具類が主体である。例えば、家具の扉、側板、イ板、住宅設備機器の扉、カーテンボックスなどの増作材、スピーカーのキャビネット、カラーボックスなどである。その多くは断熱性、遮音性、重量など厚みのある木材を要求される用途である。なお、 MDF よりも低密度の繊維版はインシュレーションボード、高密度のものはハードボードと呼ばれているが、実施規格では密度とともに製造方法も区別の条件に加えている。ありがとうございます。